アンドレレゾンはフランス正規バロック音楽の作曲家、オルガニスト。17世紀後半から18世紀初頭までのフランスオルガン楽派の交流に重要な貢献を果たし、オルガン音楽を単線成果による低旋律技法から解放した。ナンテルの聖ジュヌビエーブ教会に学んで、その名誉オルガニスト職に指名され、パリでイエズス会の聖ジャック会にもオルガニストとして仕えた。 オルガン教師としても、弟子にルイ・ニコラ・クレランボーがいる。主要な作品に2巻のオルガン曲集があり、それぞれ1688年と1714年に出版された。主事の教会戦法による5つのオルガンミサ曲や、いくつかのノエルなどがそこに含まれている。レゾンは、当時のフランスの最も重要なオルガン奏者の一人で、あり、年代的には、 ニコラルベーグとフランスワクープランの中間世代に位置づけられる。レゾンの作曲様式は対位法的な複雑さよりも旋律、リズム響きといった側面が強調されており、実際にオルガンの音色の選択の巧みさで知られた。今日レゾンのオルガン曲集第一巻は当時用いられたオルガンのストップやフランスのオルガン音楽の解釈の仕方に関して手がかりを与えてくれる。 優位の書として認められている。ヨハンゼバスティアン・バッハは、レゾンの作品に親しみ、自作のパッサカリアと、フーガ派単調 BWV582 において、レゾンのオルガン曲集第1巻プルミエリーブルドルグから、パッサカリア形式による、トリオトリオ EN パッサカイユの主題を手直しして、用いている。ありがとうございます。